JR の大鳥駅から近くにあるあの大鳥大社、大鳥神社とも言われてるみたいなんですけど、その大社にやってきました。奥が結構続いてるみたいなんですけど、今からちょっとだけ、奥を散策しに行ってみたいと思います。まだ桜が少し残ってます。桜じゃないやつが来てる。ここにもよその足子の花碑があります。ここはヤマトタケルノミコトが、死後白鳥になって、最後に泊まったところだと言われています。で、それを見た周囲の人たちが白鳥をお祭りするために建てられたのがここ大鳥大社らしいです。ここは、1万5000坪の千草の森と呼ばれています。以上、大鳥大社でした。ここは大鳥駅、JR の大鳥駅から結構近いところにあるので、一回来てみてください。あとですね、ここは10月の第1土曜日にだんじりが入る場所でもあります。宮入りするところです。では、以上でした。ありがとうございます。